はい、こんにちは。今日は5月27日、月曜日午後3時過ぎです。先ほど、蓮舫さんの記者会見やってましたね。はい、でね、ちょっと気になるニュースがね、いくつか出てきたので、ちょっとざっと見た後、また維新の不祥事関連の記事を見ていきたいと思いますが、またね、ちょびっと気になったニュースがこれね、この麻生太郎ね、麻生太郎さ、 これ毎日税金で飲み歩いてるでしょで。そんな人間がね、娘と息子がいるんだよね。それを、それぞれ、参議院と衆議院とかね、二回みたいなこと言い出してるよね。盗んだ税金返してから言えってね。いついはね、この岸田くんがね、やけくそ解散をどうやらしそうっていうね、 その7月解散メールっていうその解文書みたいのが出回って、え、これ本当なのっていうね、メールだったのですが、妙に中身がね、詳しくて、これ、木原くんあたりが送ったかな。<laughs> だから今の,あの国会を少し伸ばして、解散時期をね、7月からの投開票が、 8月20日になるみたいなねそんなメールが出回っていてでこう麻生太郎的にはねこれを阻止したいみたいねっていうのは、まあ、この頃会社をやられちゃうと、あのーまあ、自分の権力がねに限りが、あのー、生じてしまう、はい、だったらやってほしいよね。<laughs> で次ねちょっと気になったのはね これね、あのこの表はね、あの、林審呼ばれたのに出てこない裏金議員44人っていうね、これ衆議,衆議院議員だと思うんだよね。っていうのは、あの、中抜き玉屋とか、橋本聖子の名前がここに出てこないからね、これはあの衆議院で呼ばれた、あの、裏金議員ね、でも出てこないとか言ってる、あのふ、ふざけた奴らの表なのですが、 これとは別にね、あのコメント欄でね、いただいた名前があって、それは、えっとね、令和林朝参道超党派議連のね、あのー、その名前でね、その名前を90名くらいね、こういうやつがいるという情報をいただき、で、この令和林長って何なのって調べてみたら、 まあ、財界だよね。財界の要望を聞く、その議員みたいのをピックアップして、まあ、それと連動して動くみたいな、ね、なんかそんな感じなんだよね。で、その90人の中に、あの、この裏金議員もね、結構含まれてんの。この山田美紀とかね、あとは、あれもいたの、野田とかね。だから超党派だから自民だけじゃなくて、いろんな議員が、あの、ま、紛れ込んでいるのですが、 とりあえずね、90人の名前を、私のアメブロの方に、今、あのー、ポストしておきました。アメブロってポストって言わないか <laughs>。掲載しました。で、この読み仮名とね、あと選挙区がね、ちょっとずつ調べていますというね。あ、で、これはいい。カボス <laughs>、カボスハイボールは、これちょっと置いといて、次ね、小沢さんのポストでね、この広島県の、 不中町っていうのかなあの、この町議選があって、これはあの、岸田くんの長男が応援してたけれども、敗れちゃったっていうね。小沢さん、細かいところまでチェックしてるよね。で、岸田くんの長男のなんだっけ、あの、翔太郎だっけ。あれはさ、税金で海外観光を楽しんだこれ税金返せだよね。あと、親族と官邸で宴会をやり、 で説明しないで辞めちゃったね。はい。で、そんな長男が応援した、この町議選だよね。はい。その候補者が負けちゃいましたっていう話からの、今日はね、ちょっとこれね、維新の、また不祥事だよね。で、維新は、この関西圏で、あの、勢力を伸ばしちゃってるでしょ。あの、奈良県知事の、あの、山下さんっていうさ、 太陽光パネルあのご利用してるなんか変な知事もいるでしょう。で、兵庫県にもね、この神経の,あのいるんだって知事がね、このパワハラやってたりしてる人ね、で、これを、この知事をね、実名告白した人がいますで、えー、関西で激震。でちょ、ちょっとこれ面白そうだったので、あのー、 これ面白いのでね、この現代ビジネスさん、ね、の記事を見ていきましょうで、ある公務員の実名告発に関西政界が揺れている、斎、ね、藤元彦君っていうのがね、今あの、の兵庫県知事をやっています。2021年からやってます。この斎藤元彦君のね、まあ、顔こんな感じで、まだ若いよね、40代ね。 はい、元総務官僚の、この人ね、この人が、兵庫県知事やっているという話からのですね、この斉藤くんがね、パワハラをしたり、おねだり疑惑。はい、これはな、んでしょうね。おねだり疑惑はね、この記事の中で出てきますが、それを告発する文書ね、兵庫県知事がこんなことやってますよという、告発文書を、 えー、この渡,渡瀬さんっていう人がね配布しましたで渡瀬さんは西播磨県民局の、えー、前の局長ねこれ左遷させられちゃったんだよね渡瀬さんねででこれはねこの文書の内容が告発文書の内容がどういうものだったのでしょうかで文書には知事が秘書や職員を 理不尽に罵倒している。まあ、これがパワハラ案件でしょうね。あとね、視察先の企業から個人的に物品供与を受けている。これ何でしょうこの物品供与って。何ゴルフクラブとかもらってんのかね。意地汚いね。いずれにしろね。視察先の企業だから、だからこれ県知事って立場で、 企業に視察に行ってんでしょ。その時に、なんかプレゼントももらっちゃったって話ね。こっから癒着してっちゃうよね。で、そういった内容が書かれている文書が配布されちゃったとね。で、この知事ね、斎藤元彦君は当初、事実無根とか嘘800と完全指定していたのだけれども、この幹部職員がね、 よはい、だから斉藤君がなんかプレゼントもらってました <laughs> という裏付ける、ね、証言をし風向きがね、えー、変わっちゃったんだってでその前にねちょっとこの古い記事ねこの記事今見てる記事は今日出てきた記事でしょその前に今月の,あの5月8日にね、はい、この件に絡んだ記事がありましたこの斉藤元彦を 批判する文書を作成ししたとしてこの、この渡瀬さんって人が解任されちゃったんだってね。で、県は7日、5月7日ね、渡瀬さんを停職3ヶ月の懲戒処分にした。で、この文書の内容はね、根拠がなく、誹謗中傷に当たるとして、この渡瀬さんを解職して、で、なんかの、作成させちゃったっていうね。 はいえー、この件が少し前にあり、だからこの知事も、この事実無根とか、嘘800と言っていたのですが、どうやら風向きが変わってきましたっていうね。で、地元では告発内容に関わっていた県職員が、休職後に亡くなった。え、これどういうことでしょうね。えー、そういう噂もね、広がって、 県議会ね、うーんだから兵庫県議会が追及で、あの加速してるんだって、この追及がね、だから一時期は、この、ね、知事が事実無根とか、嘘800と言って否定してたね、ねその傾きが変わってきましたね,ね、斎藤知事が折れ、第三者委員会で調査することが21日に、ね、決まりましたというね。 はい、で維新王国のほこでこれらの動きの背景には、総選挙を見据えた維新と与党の対立がある。ってことは自民と維新の対立だよね、だからもう総選挙はやっぱり近そうってことね、でこの斎藤君って人はね、元総務官僚ね、なのに、まあ、政治家になったって人ね、途中でね。 で、2018年に大阪府へ財政課長として出向し、その時に、この吉村と親しくなって維新への渡りをつけたんだって。で、今や関西は完全に新興王国になっちゃったね。で、大阪では、次の選挙で小選挙区全部を維新が取ると言われてますだって。 困ったね、大阪ね。で、かつて維新で強かった公明は、維新との対立で風前の灯火。で、自民も裏金問題で苦しいってことは、次の総選挙で大阪は維新だらけになっちゃうえ、でも維新もこれ、万博で相当人気を落としてるよね。で、そこで、今回のね、告発に乗じて、 自公が斎藤卸に回ったっていうね。なるほどね。自民党兵庫県県連関係者。で、この自民党のね、兵庫県連っていうのはもともとこの斎藤君を知事にすることに関しては反対の立場だったのね。だから斎藤君がの知事選ではあの自民党内でもあの割れちゃってたっていうね、そういういきさつがあります。 で、斎藤君が当選した21年の選挙では、ほら、自民党県連とね、党本部の対応が割れて、党本部は、あの、地元の頭越しに、斎、えー、藤君の推薦を決めちゃったっ、ね。で、県連は、反斉藤の雰囲気があったってことね。で、関西出身の、 自民党代議士が言う、えー、問題の本質は斎、えー、藤知事の気質です、えー、自民党の支援で知事になったのに当選後は、えー、我々のアドバイスを一切聞かないし気に入らない部下はすぐ飛ばすこれがちょっとパワハラっぽいってことだよねで今回も告発した渡瀬さんを局長から係長に 降格させる見せしめ人事をして恥じない。自身の収容力を傘に来た報、えー、いです。俺はこう、維新がばっかにいるんだぞっていう、そういう感じね。で、このね、斎藤元被告のね、このウィキペディア情報を見ていくと、なんかね、若い頃はね、結構苦労してるんだよね。っていうのはね、 なんだっけお,お父さんがねあのー、でねなんか社,社長だったねお父さんがねだけどこの斎藤君が大学進学の頃に実家の家計が悪化し以後奨学金で勉学に励んで,でど,どこのへっぽこ大学に入ったのかと思ったら <laughs> 東京へっぽこ大学 <laughs> 経済学部卒業からの総務省に入省からの あとは、ま、いろんなところに行って、それで、こう、大阪で、え、ね、ね、なんだっけな、あの、あ、ここね、大阪府に出向し、財務部課長ね、大阪の財務部、こう、これ、ちょっと待ってね、財務部、財政課長ね、これをやっているときに、この吉村くんと知り合って、この維新から、 この兵庫県知事どうでしょうっていう話をもらって、で総務省を辞めて、兵庫県知事選に出て、で、で維新とね、自民の応援を得て、当選したって人ね、うん、でも県令はちょっと反対してたから維新あの、自民党の本部と維新の推薦で、ね、県知事になったって人ね、でその時に、この県知事選の時に応援に駆けつけたのが、 このに西村光年とかあとまあ丸川中貫玉代とか <laughs> そういうのが応援に駆けつけてたんだってでねこれ兵庫県知事でしょで兵庫県といえばあの明石市がありますよねでここのね行財政運営のことでこのね あの、斉藤くんが知事になってから、なんか勝手なことをいろいろしちゃったみたいなんだよね。その一つはね、あの、市長、市町村への、あの、予算をなんか、あの、勝手にやめちゃった、このね、これ、市長への配分、市長へ配分してきた10億円の兵庫地域創生交付金を廃止しちゃったりとかね。で、こういうことをしてたので、あの、兵庫県といえば、この、 泉みふさふさんが明石市長をやってましたよね。で、いみさんも、協議もせずに予算を削減されたら市長は困る。協議をすると約束してもらわないとと、ちょっとこの斎藤くんのやり方は、まあ、困りますねみたいなことがやっぱりあったんだよね。はい。で、今回、このね、パワハラ。 もう問題ですがね、この一番の問題、このお,おねだりですね、おねだり、この視察先の企業から個人的に物品供与をね、受けている、これじゃあ、おねだりってことは斉藤君からお,お願いしたのかな、なんかゴルフクラブが欲しいですとかね。<laughs> ね、意地汚いよね、こう東大出て、総務官僚やってて指示になったのにさ、 で十分な報酬をもらってても、まだなんかこれが欲しい、あれが欲しいと、しかも、視察先の企業からもらっているというね。はい、これは看過できないですね。でね、もう維新もさ、この関西圏でも勢力を広げるの、やめてほしいよね。うん、もう万博問題の責任を取って、これかかった費用こさ、こ税金からさ、 もと、とんでもない、あの、費用を使ってるわけでしょ。万博にね。で、メタンガスとか爆発しちゃったりしてさ、ね、まずはその責任を取る、ね、税金を返す。はい、えー、そこから始めてほしいですね、というね。はい、えー、一瞬のね、不祥事が続々出てきますね。はい、またやります。ではまたバイバーイ。